順次これを要します。町村信孝君。委員長。町村君。自由民主党の町村でございます。今日は鳩山総理ご出席のもとでの集中審議でございますが、日本国中、日本女子フィギュア選手の活躍に目を奪われて、なんとなく興奮冷めやらぬ中でございますが、集中審議をよろしくお願いを申し上げます。今日は社会保障等集中審議ということで、私も触れますが、2番手に我が党の社会保障の専門家である大村秀明議員が質問に立たせていただきますので、私の持ち時間の範囲内で年金、医療等につきましてお伺いをする予定でございます。この予算委員会もだんだん終わりに近づいているわけでございますけれども、率直に言って私も自民党の理事として非常に異常な雰囲気の中での私は委員会であったなという残念な感想を持たざるを得ないのであります。与党の極めて一方的な委員会運営、総理の出席される集中審議、今日は2回目というか3回目というかという回でありますけれども、昨年は麻生総理出席5回もやっております。また私どもが累次要求をしておりました証人喚問も、また参考人招致もいずれも与党側からゼロ回答でございます。大変問題であるとこう思っておりますし、またさまざまな疑惑解明の資料要求についても事実上ゼロ回答、これが今の予算委員会の姿でございまして、一体国民に対して政府のみならず私どもむしろ議会人として十分な国民のそうした負託に応えられているのか、こういう内心じくじたるものを持ちながら、私は鳩山総理の脱税疑惑をはじめとしてさまざまな問題について、いわば与党総ぐるみで鳩山総理等の疑惑隠しをやっているという印象を大変強く持っておりまして、民主党の職員には強く猛省を促したいと考えております。そこで予算全体あるいは社会保障に入る前に、どうしても予算を出しておられます鳩山総理に政治と金の問題について冒頭少しの時間だけ伺いたいと思います。21日日曜日、長崎の県知事選挙、そして町田の小選挙がありました。予想に反して民主党の推薦候補は大敗をするという中で、総理はやはり政治と金の問題が大きく影響したのではないかというご発言をされたと報道されておりますけれども、どういう反省の中からこの発言が出てきたのか、まずお伺いをいたします。鳩山内閣総理大臣。町村委員にお答えをさせていただきますが、長崎の知事選、民主党が推薦をいたします候補が残念ながら敗れました。その理由、候補者が素晴らしい候補であったにもかかわらず負けてしまったという原因の一つに、やはり私どもの政治と金の問題があったということは否めない事実だと、そのように感じておるところでございます。その一つは私自身の政治資金の問題でございます。この件に関しても中身に関して改めて申し上げる必要はないかと思っておりますが、いわゆる教育費債の問題、さらには母からの資金提供の問題がございました。こういったことが当然また納税の時期ということにも重なっているということもあり、さまざま国民の皆様方に、特に長崎の県民の皆様方に、政治と金の問題をもっとしっかりやらねばならんと、そのような思いに立ったのではないかと思いますし、また小沢幹事長の政治資金の問題に関しても、それは影響があったということは事実として認めるべきではないか、そのように思っておりまして、反省の中で私ども政治と金の問題に関して国民の皆様方にしっかりと立ち直る姿というものを見せることが重要ではないかと考えております。町村君。大切なことは立ち直る姿ではなくて、鳩山総理ご自身が、あるいは小沢幹事長ご自身が疑惑解明の努力をもっとするということなんです。
それがなされていないから国民から明日審判が出るのと違うんでしょうか。例えば1月参議院のおいて森雅子議員がですね、20年11月の株の売買の明細を出すようにと要求して、総理は出してもいいと言われた。それをすぐそばに言われた官房長官か、あるいはどなたかが止めてしまった。与党理事も止めてしまった。この明細、総理今でも出していいと思っておられるんですね。鳩山内閣総理大臣。森雅子議員のご質問に対してそのような思いで申し上げました。その思いは変わっておりません。ただこのルールを若干私が存じ上げないまま手渡しをするようなことはあってはならないと、きちんと理事を通してやれということでございましたので、今参議院の予算の理事会においてしっかりとそのことが処理されるべきではないか、そのように考えております。町村君。だから鳩山総理は出す気があるのかないのかわからないことに加えて、与党が隠しているわけです。ここが重要なんです。与党が全部ブロックするわけです。だから総理と与党民主党が一体になって疑惑隠しをやっているんだと、こういう印象を国民に間違いなく与えているんです。例えば総理は2月12日、与謝野議員から平成の脱税王とまで言われた。その中でお母様に、母に尋ねていただいても結構だと、まあ、多少興奮をしておられたのかどうか発言をしましたが、この点についてもお考えは変わりありませんね。それも与党理事がブロックするんですか。鳩山内閣総理大臣。今町村委員からご指摘ありましたように、いや、あの時は興奮気味であったと反省をしております。その興奮した理由も与謝野議員からあまりにも事実とは違うご指摘がありましたから、そのことに関して私が興奮をして、それならば事実を母に聞いてほしいという思いを申し上げました。ただそのことに関してはもう即鳩山邦夫議員から与謝野議員のその発言の不正確さということの指摘があったものですから、事実は解明された、そのように私は理解をしております。町村君。事実が解明されていたらああいう選挙結果にならないんです。ならないんです。ことごとくそうやって誰かが止める、あなた自身が止める。まあ、総理大臣が正直言ってあんまり興奮をされるということは、まあ、日本国には核兵器のボタンがないからいいようなもんでありますけれども、大変総理の資質という面で私は大きな問題があると思いますけれども、例えば贈与された金銭の使い道であるとか、あるいは総理がお出しになった上申書であるとか、いろいろな資料を全部総理も反対をされておられるんでしょう。そして与党理事がブロックして、こうやって疑惑解明ができないから、いつまでもいつまでも国民がおかしいとこう思っているんです。だからこそ私どもは証人喚問参考人を要求している。これも全部与党理事がブロックしている。民主党の皆さん方が全てこういう疑惑隠しの先兵をやっているんだということを、私は国民の皆さん方によくご理解をいただきたいとこう思います。そして総理は先般国会でその小沢幹事長に対して、国会でというか、とにかくもっと説明をした方がいいということを促されたようでありますけれども、なぜ国会に出て説明をしなさいという代表としての立場で幹事長に対して指示をしないんでしょうか。代表なんですから、幹事長、部下である幹事長に対して国会にあなた出て自ら行って国会で説明しなさい、なんでそういう指示をしないんですか、代表として。鳩山内閣総理大臣。今その前にこの何でも隠しているというご指摘がありました。この検察に提出した上申書、まあ、説明書でありますが、それは私が提出したものでありますから、本物が残っているわけがありません。提出されたものであります。その概要に関しては私は手元にありますので、それならばお渡ししますよということで、これは記者会見などでも全てお渡ししたもので同じでございます。名前などが変わっているという部分でございます。また
よろしいですか。私の件に関して何も隠しているというつもりでありません。どうぞ国会の中で出すべきものは出させていただきますので、どうぞそこでご判断をいただければと思います。で、小沢幹事長の件に関してご質問がございました。私は小沢幹事長との電話のやり取りの中で、お互いにやはり説明は国民の皆さんが理解をされていないようだから、その説明のやり方というのはお互いに考えよう、それは本人に任せますと、本人に当然任されるべきものだと思ってますが、国民の皆さんがまだ十分な説明が尽くされてないよということであれば、それはお互いのやり方の中で説明は尽くそうではないか。で、私は私として国民の皆様方に自分の知り得る中で正直に申し上げている、そのようなことでございます。八村君。総理はそうやってね、自分は何でも出す用意があるということで、いかにも私は真面目で正直な人なんですという表現を取りつつ、しかし現実は与党理事が全部出させないんですよ、ね、いくらあなたが余震波そう思ったとしても、失礼ながら総理がご自身がそう思ったとしても、与党理事が全部資料は出さないと言うんですよ。どうしてそれが疑惑解明につながるんですか。総理がこれを出しなさいと与党理事に何で言わないんですか。なんで総理に、総理ご自身として、だから委員会がということは与党理事が全部疑惑隠しをやっているんです。それが実態なんです。そして小沢幹事長が、それは記者会見もいいでしょう、どこそこに行ってやるのもいいでしょう、しかし私どもは国会の場で解明をする必要があると、あるいは総理ご自身の秘書の勝場さんをはじめとして国会の場で必要があると言ってるのを全部与党理事がストップするんですよ。議運委員会であり、そしてこの委員会であれ、全部ストップしているんです。これが実態で、こうした与党と、静かにしてください、小沢幹事長のこうした闇献金とか不動産の疑惑、これも全部資料ストップ、鳩山総理に関する個人資金の出入り、上申書等々、全部与党理事がストップして、この委員会で何ら解明が進まなかったのは、ひとえに鳩山総理、小沢幹事長、そして与党理事が疑惑隠しを一生懸命グルになってやっているからなんだと、このことを国民の皆さん方によくご理解をいただき、私どもとしてはこのことをこれからも引き続き追及をしていかなければいけないと思っております。